起きろセドゥ、列車を出迎える時間だぞ。困った怠け者だな。いや、出迎えってどうやるんでしたっけ。もうちょっと寝たら思い出すかも。下手な芝居はよせ。退職証などとっくに治っておるくせに。昨日酒場で一番飲んでおったのは誰だ。あの麻酔は海にでも流れたか。いや、見間違いですって。昨日のは私じゃありませんよ。もうよい。退職しておった時は私が誰かもわからんようだったが、今ははっきり目覚めておるではないか。さあ起きろ、すぐにご一行がいらっしゃるぞ。起きます起きますってば。海上列車ももうすぐ着きますしね。ふん、それ以上怠けていると髪にカビが生えるぞ。よう、調子はどうだ。おう、勇者殿と精霊殿、それに妖精殿まで、もうお越しだったのですね。これはまたお見苦しいところをお見せしてしまいましたな。いいってば、気持ちはよくわかるぜ。朝ぬくぬくした布団から出たくないって思うのはみんな同じだよな。海上列車はオルビット城から来るの？ええ、そして列車は乗務員がおらねば運行できません。祝福の森の住民には操作が少々複雑すぎますからな。城の住民も折り紙の動物なのかと思ってたぜ。もちろんそういうものもおります。城はよそから来た客人にも寛容ですからな。しかしあそこの住民は我々とは少し違います。おっと、列車が来ましたぞ。これでお分かりになるでしょう。はじめまして、ホイールです。この海上列車の乗務員を務めております。列車をお呼びになりましたか。積み木の小人だぞ。ええ、勇者と祝福の森の妖精殿をオルビット城まで乗せていってくだされ。勇者と妖精殿、それはまさかあの予言に出てくる。それならそうと言ってくだされば。ああ、もっと豪華な車両で来ればよかった。今すぐ帰ってまいります。気にしないでホイールさん。それより早くオルビット城に行きたいんだ。観光はまたの機会にして、これからの海の旅をあなたに任せたいな。はい、もちろん光栄です。では皆さん、お好きな席へどうぞ。どの席でもシムランカで最も美しい景色がご覧になれますよ。さん、お、今誰か喋ったか。私も喋ってない。朝ごはん見えないで。列車の中から聞こえてくるみたいだね。お魚、鳥もも、すごいぞ。あれ、キララじゃないか。友達？ああ、ニーロに紹介してやらないとな。こいつは、じゃなくて、それはこいつを起こしてからにしようぜ。いや、うるさいな。あれ、もう朝？おはよう。あれ、うえぇ、姫たち、旅人とパイモン。はぁ、よかった、本当によかった。昨日の出来事は夢だったのか。すっごいリアルな夢だったな。積み木の小人が喋ったりして。お客様、
車内での寝泊まりはお控えいただけると。にゃ、夢じゃなかったにゃ。キララ、落ち着けって。オイラたちも昨日このシムランカって世界に来たんだ。シムランカ、そんな名前だったんだ。昨日は積み木の小人がオルビット城って呼んでるとこの周りをひたすらうろついて帰る方法を探してたんだ。稲妻の大きな妖怪を怒らせてお腹の中に飲み込まれちゃったのかと思っちゃった。キララさんは稲妻の人？半分正解だな。そんじゃ改めて紹介するぞ。こいつはキララ、稲妻のコマニアって配達会社で配達員をしてる猫股だ。はじめまして、ニーローだよ。スメールのグランドバザールにあるズバイルシアターっていう劇団のメンバーで、今は祝福の森で妖精をやってるの。ニーローさん、スメールに配達に行くときに大噂はかねがね。ステージも見に行ったけど、ダンスが最高だったよ。でも森の妖精って？シムランカの世界ではそういう身分ってだけだよ。それはそうと、その服、私も昨日から変だと思ってたんだ。目が覚めたらこの服を着てて。じゃあお前の身分は？それってマジックアシスタントのリネットさんみたいだね。ここに来る前、得体の知れない声に話しかけられた覚えはないかな。声？確かに聞いた気がする。でもその時は焦って尻尾まで結んじゃって、話の内容はほとんど忘れちゃった。お話し中のところすみません。その猫股のお友達さん、太っちょネズミを食べたりしませんよね？カエルを捕まえたりとかも？そんな心配してたの？私がそんなことするように見える？外で食べ物に困った時に何匹か食べるくらいだよ。そういえばお腹が空いてきたな。お前たち、勇者殿のご友人をそんな目で見てよいとでも思っておるのか？猫に怯えるのは我々の本能だが、この長靴を履いた猫股城は我々を傷つけたりはなさらぬ。そんなこと言う割に一番腰が引けてますよね。やだな、本当に心配しなくて大丈夫なのに。昨日城で折り紙の小動物に会った時も壊しちゃうのが怖くて爪も出さなかったんだよ。それに君たち美味しそうじゃないし、段ボールより噛みにくそう。いや美味しそうだとしても食べたりしないから。いや、これは失礼。我々もつい体が反応してしまいましてな。お客様、そろそろ出発時間が迫っておりまして。おしゃべりに夢中になってたらもうそんな時間か？それじゃあ急いで乗ろうぜ。キララも一緒に来るか？次の駅まで乗ってくよ。城の周りで気になる場所があったんだ。今日じっくり探索してみようかと思って。では最後に、祝福の森の住民を代表して皆さんのご協力に改めて感謝申し上げますぞ。勇者殿、妖精殿、それに長靴を履いた猫股城、運命の女神があなた方のそばで旅路をお守りくださいますように。すべてが解決した暁にはまた祝福の森にお戻りくだされ。約束するぜ。
長老もお元気で。道中お気をつけて。おお、本当に海の上を走るんだな。景色も最高だぜ。列車の運行中は車外に手をお出しにならないようご注意ください。海に落ちてしまいますよ。食の問題が解決して森に賑わいが戻ったんだね。私も今度遊びに行きたいな。すごく綺麗そうな場所だもんね。あの子たちに怖がられなきゃいいけど。まもなく到着いたします。お忘れ物のないようご注意ください。到着しました。あそこがオルビット城です。まっすぐ進んでギアリフトにお乗りになればお城の広場に行けますよ。この度はご乗車ありがとうございました。おかげさまで快適な旅だったよ。ありがとう。うんうん、車内も広々としててぐっすり眠れたよ。また来るね。気に入ってもらってよかったです。キララが気になってる場所ってこの近くか？うん、昨日ぐるっと一周してみたんだけど、この辺がどうも怪しいから調べてみようと思って。一緒に行こうか？うん、先にオルビット城に行ってて。あそこならきっとこの世界の手がかりがいろいろ見つかると思う。私はやっぱりここが気になるから、昨日は屋根を伝って見回ったんだ。知ってるでしょ。私、わからないことがあると爪に石が挟まったみたいに何をしてても気になってしょうがなくなっちゃうんだよね。安心して、君たちが大変な時はすぐ駆けつけるから。コマニア均等級配達員のスピードを甘く見ないでよね。わかったぞ。そこまで言うなら先に城を見てくるぜ。うん、大丈夫大丈夫、私は妖怪なんだから。助けて誰か。助けて、助け。ああ、予言の女神を感謝します。そこの方々、助けていただけませんか？一体何があったんだ？なんで宙に浮いてるんだ？浮いている方が落ちて木のブロックになるよりはマシですから。あれほど気をつけろと言ったのに。いや、今そんなことを言っている場合じゃありません。すみませんが、あそこのゼンマイを巻いてくださいませんか？後で詳しくご説明しますから。ありがとうございます。さっきのは何だったんだ？時間が逆戻りしたみたいだったぞ。予言の女神の魔法をご覧になったのは初めてですか？それなら時間が戻ったと誤解するのも仕方がないかもしれませんね。簡単に言えば、これは万物の軌道を司る予言の女神がオルビットに下された贈り物です。これがあれば人生の軌道を外れた市民を元に戻せるのです。人生の軌道、まさかオルビットではそれが生まれながらにして決まってるの？悪いことのようにおっしゃいますけど。補足させてもらうと、オルビットのためにも当然自分の生き方があります。僕だって毎朝オリーブオイルかごま油のどちらでパックするか自分で決めてますしね。でも
さっきみたいに落っこちて木のブロックになりそうな時などは魔法が発動するんです。つまりお前たちの命や安全を守る魔法ってことか。例外はあるものの、おおむねそのように理解してくださって問題ないと思います。とにかくあなたたちが無事でよかったよ。皆さんはオルビットに向かわれるのですか。そうだ、ギアリフトっていうやつにどこで乗れるか知ってるか。ああ、それならそこの鍵の刺さった台のことですよ。え、あれが本当にオイラたちを運んでくれるのか。ご安心を。オルビットの街はほぼギアと軌道で構成されている上、予言の女神の加護を受けているのです。つまりその軌道は固定されていて、前進と書かれた車が後退することはありえません。フォンテーヌのクロックワーク玩具みたいだな。もしかして小人が踊るオルゴールみたいなもののこと。確かスメールの商人のところでも見たよ。そうそう、とにかく急に脱線したりしないなら安心だな。行こうぜ。おお、すっごく賑やかな町だな。さすが王様の住んでるところって感じだ。次はお城のてっぺんに行って予言の女神の神託を受けないと。私たちが城の奥へ向かうのを王様が気になさらないといいけど。国王陛下のおなーりー。え、王様、なんでこんな時に。まずいぞ、オイラたちが城に入るって聞いて怒ったのかも。静粛に。オルビット城の支配者であり、秩序と星々の守護者でもある流星のもとに降臨されし、我らが国王陛下のお出ましである。肩書きが長いな。遠くからようこそ。あんたたちの功績は聞いたよ。森に天機密をもたらす妖精と予言の、あれ？ナビア？国王陛下のお名前を口にするとは、なんと無礼な。さすが私の相棒だね。アドリブうますぎ。はいはい、みんな肩の力を抜いて。紹介させて。こちらは旅人と最高の仲間、パイモンよ。国王陛下のご友人でしたか。それは大変失礼いたしました。非礼をお許しください。うんうん、さて歓迎の儀も終わったことだし、みんな持ち場に戻って。お客様の相手は私がするから。はっ。やめてよ、かしこまっちゃって。で、どうやってここに来たの。それはこっちのセリフだぞ。なんでここの王様になって王冠までかぶってるんだよ。おや、わかったぞ。目が覚めたらこうなってただろ。よくわかってるじゃない。あとこうも言われたかな。オルビット城の国王となりこの町を救えって。私も似たようなことを言われたよ。そうそう、こちらが祝福の森の妖精さん。ああ、こいつはスメールの旅で知り合った友達のニーローだ。はじめまして、ニーローさん。あたしはナビア、スピナディロースらの会長よ。フォンテーヌを旅するときはポア村長にも遊びに来てちょうだい。お前は本当にのんびり屋だな。この世界から出られるかどうかもわからないのに。何が心配なの。
これより難しい問題をみんなで解決したことだってあるでしょ。これくらい全然どうってことないって。それに人生にはサプライズがつきものよ。楽しまなきゃ損なんだから。ナビアさんはポジティブなんだね。そう言ってもらえて嬉しいよ。予言の勇者と妖精があんたたちだって知って私もほっとした。私たちってもう予言には慣れっこだと思わない？予言といえばオルビットの町は何かヤバいことになってるのか。まさかここもあの怖い悪竜に破壊されたとか。そのまさかよ。ちょっと前にどういうわけか悪竜が町の空に浮かぶ星に目をつけていきなり飛んできてそれを奪ったの。幸い衛兵が即座に対応して星を巣穴に持ち帰られずに済んだけど、悪竜の手が緩んだ時に星が町のあちこちに散らばってしまった。一つ回収して残りを探してたところにあんたたちが来たってわけで、そっちは何しにここへ来たの？実は。なるほど、予言の女神の神託ね。ナビアさんは何か知ってる？女神の彫像なら城のてっぺんにあるよ。案内してあげる。まあここの住民の話だと、もうずいぶん前から新しい神託は下されてないみたいだけど。どういうことだ？アーモンド長老はこないだも女神の予言を聞いてたぞ。ああ、多分シムランカの勇者に関する予言だからでしょう。それならずっと前から存在してたはずよ。最近になってみんな気づいたの。平和の再来の後のことについて女神様に尋ねても何の返事も返ってこないってことにね。そっか。あんたたちも試したいならやってみたら？ついでに侵入者も倒してってよ。あ、侵入者？ここって悪竜以外にもなんか問題があるのか？うん、祝福の森と同じでここの住民にも異常が現れ始めてる。予言の女神の贈り物って知ってるでしょ？積み木の小人を守る魔法なら私たちも見たよ。そう、それよ。最近は町でトラブルが続出してるからか、もっと深いわけがあるのか、とにかく魔法が頻繁に発動するようになったのよ。みんなその場に固定されたまま身動きが取れなくなったり、何かのループにはまったみたいに何度も同じことを繰り返したり。クロックワークのおもちゃに例えるとレールが劣化したりギアがずれたりみたいな。そうそう、そういう感じ。その隙を狙って野外の魔物が町に入り込んでしまったの。え？でもこの辺りには魔物の影も形もないぞ。それは私が数日かけてほとんど一掃したからよ。残りも基本は城に閉じ込めるか町の外に追い払った。待てよ。じゃあ今オルビットじゃ魔法に異常が起きてる上、竜が空の星をひっぺがしちゃって城には魔物が大勢閉じ込められてるのか。祝福の森よりも問題が山積みだな。あとの2つの問題はまだいいけど、みんなを拘束する魔法はどうしたらいいのかな。そこについては予言の女神も早くから準備してたみたいよ。大昔に女神様が残した予言があるの。星空につながるギアを動かすのだ。その時わしは舞い、皆の足元に続く軌道を千の星に返すだろう。お？軌道は予言の女神がオルビットに授けた贈り物のはずだろう。でもそれって贈り物を回収するって意味に聞こえるぞ。文字通り受け取るとそうね。だから一部の国民は
不安から予言のギアを回すのに反対してる。予言の女神の加護を失いたくないから。でもこのまま問題を先延ばしにするのも良くないよね。そうなのよね。みんなもそれは分かってると思う。ただ一歩踏み出すのが怖くて他の解決方法に期待してるだけで、妨害を無視して私たちでゼンマイを巻いてもいいけど。そう、さすが相棒、よく分かってるのね。できれば全員に理解してもらいたいんだ。だってオルビットの未来は国民が決めるべきでしょ。へえ、賢い王様っぽい発言だな。私も一応スピナディロースらのボスだからね。王様になるのは初めてだけど、まあ大体似たようなもんでしょう。というわけで、旅人タイモン、それにミーローさん、ちょっと手を貸してくれない？あんたたちがいれば町の問題もすんなり解決できるはず。サンキュー。持つべきものは相棒ね。まったく水臭いな。そんなこと聞くまでもないだろ。私にも手伝わせて。この綺麗な町を祝福の森と同じように少しでも早く復活させたいの。よかった。オルビット城の国王としてみんなにお礼を言うよ。じゃあ案内するから、まずは城のてっぺんにある女神像のとこに行きましょう。しっかりついてきてよ。この国王陛下の城は超巨大なんだから。お、これは、あれ、私が見つけた星よ。衛兵に予言の女神のそばに置いておいてって頼んだのに、まさか上の方で異変でもあったのかしら。とにかく急ぎましょう。くそ、動けない。何があったの？国王陛下、先ほど過激な星派の急襲を受けました。星を星の庭に捨てられ、神託の柱の魔線まで奪われてしまいました。ただそいつを捕まえようとした瞬間、予言の女神の魔法が突然発動してしまいまして。許さないぞ。星空を動かすギアには指一本触れさせないからな。神託の柱って何なんだ？神託を請うための道具よ。その話は後にしましょう。まずはみんなを助けなきゃ。おい、逃げたぞ。待て。ストップ、追わなくていい。ですが国王陛下、捕まえても現状は変わらないし、みんなの恐怖心は拭えない。かえって反発が強くなるだけよ。承知しました陛下。あの、こちらが先ほどの星派から取り返した神託の柱の魔線です。陛下いかがいたしましょう？ああ、それはそこの旅人に渡して。予言の女神に聞きたいことがあるみたいだから。かしこまりました。これはどう使うな？ほら、あそこに神託の柱が何本かあるでしょ。あれを特定の形につなげれば予言の女神が祈りに応えてくれるのよ。なるほどな。じゃあ早速やってみようぜ。できた。お前が探し求めているのは何の軌道だい？シムランカの民よ。星空につながるギアを動かすのだ。その時わしは舞い、皆の足元に続く軌道を千の星に返すだろう。異世界の勇者とその仲間がこの世界に新たな平和をもたらすだろう。ナビアさんの言ってた通り、未来のことは教えてくれなかったね。
リーで進むしかないな。星空を復元するために散らばった星を元の位置に戻さないとね。でもまだ星がいくつか足りない。じゃあこれまでの経験を生かしてできることから始めない？あ、でも街は広すぎるかな。その点は心配無用よ。星の目撃情報をもとに墜落地点をまとめてみたの。ほら、マークもつけてある。申し訳ないんだけど、行ってきてくれる？私、まだ準備しないといけないことがあるのよね。任せろ！すぐ戻ってくるぜ！うん。残りの4つが全部揃ったら、ここに戻ってきてちょうだい。どう？星は揃った？仕事が早い。じゃあ空に星を浮かべに行きましょう。空ってどうやって行くんだ？うふん、あたしの用意した空中列車で行くに決まってるでしょ。え、この列車飛ぶのか？この世界には海上列車だってあるんだから、空中列車があっても別に不思議じゃないでしょ。海上列車は足元にレールがあるだろ。大丈夫よ。この列車は予言の女神の祝福を受けてるんだから。もともとこの町の星空を守るためにあるものなの。一生懸命引っ張り出してきたのよ。もう100年以上も使われてなかったみたい。100年以上もかよ。本当に落っこちないんだろうな。予言の女神の魔法だって故障中だって言うし。でも他に方法はないでしょ。パイモンが飛んでって星を戻してくれる？高すぎて届かないぞ。そうだ、ニーロは魔法をマスターしたんだろ。この列車が信頼できるかなんか感じたりしないか。やってみるよ。確かに魔法の気配はするね。でも祝福の森のとはちょっと違う。はっきりとは言えないけど。そっか、じゃあ乗ってみるしかないか。そういうこと。私は行くけど、ニーロさんはどうする？私はここでみんなの帰りを待ってるよ。そうすれば問題が起きた時すぐ応援に駆けつけられるしね。それもそうだな。万が一列車が故障したら、おっきな鶴を折って迎えに来てもらおうぜ。鶴が無理なら山柄でもいいぞ。空中列車出発。うわぁ、本当に飛んだぞ。不思議な感じね。空飛ぶ列車に乗るのなんて初めてよ。みんな初めてだろ。できたね。次の目的地に移りましょう。辛抱よ、すぐ終わるから。終わるとか言うなよな、縁起悪いだろ。やっと片付いたな。こいつが故障する前にとっとと帰ろうぜ。お疲れ。うまくいったみたいだね。
うん、それにすっごく刺激的だった。ニーローさんも今度やってみよう。え、私はいいかな。止まれ。何をするつもりだ。邪魔すんな。何があったの。陛下、この者たちが。そこを通せ。下がれ。大丈夫だから通してあげて。国王、陛下、星空のギアを回すのはやめてもらえないか。それはどうして。ご存知の通り、予言の女神の贈り物は俺たちにとってすごく大事なものだ。俺たちの命を守り、傷つかないようにしてくれるんだからな。仲間の中にはそれを失う覚悟ができていない者もいるのです。そっか、わかった。え、それはつまり。あんたたちの覚悟が決まるまでギアは回さない。え、前にも言ったけど、オルビットの未来は国民が決めるべきだから。はあ。でも教えて、この状況をどうやって打破するつもり。身動きが取れなくなってしまった人たちを救って、その背後にある原因を探るつもりだ。現時点で手がかりは。残念ながらまだありません。おい、お前、事実を述べたまでのこと。あんたたちの周りにも身動きの取れない人がいるんだね。心配なのはよくわかる。でもこれ以上グズグズしてたら状況は悪化して、拘束魔法にかかる人が増えるかもしれないよ。でもギアを動かしたら軌道が全部消えちまう。その一歩を踏み出すのがすごく難しいのはわかる。でも予言の女神がなんでそんな決断を下したのか考えたことある？え？贈り物を回収しようとしたり、未来に関する予言をしなくなったり、一体どうしてなのかしら。女神が俺たちを見捨てたと言いたいのか。ううん、その逆だと思うよ。どういう意味だ。女神様はこの世界やシムランカの民を愛してる。だからあんたたちには自分で自分の道を選んでほしかったのよ。ああ。親ならみんな子供に楽しく平穏な一生を送ってほしいと願ってるはず。でも過保護になりすぎると逆効果よ。親鳥が小鳥をずっと背負ってたら、小鳥はいつまで経っても飛べないでしょ。きっと予言の女神もいつか手放さなきゃならない日が来ると知ってたのよ。子供に自分で判断や選択をさせて、その結果に責任を持たせる。それでこそ子供は独立できる。両親がそばにいなくても人生を自分で歩いていける。しかし長年予言の女神のお力を借りて暮らしてきたものですから、今さら自分の力で歩けるかどうか。何言ってるの。もう十分よくやってるじゃない。え、危機に立ち向かおうと自分で判断して、衛兵の制止も振り切ってここまで来た。それってすごく勇気がいることでしょ。でもそれは恐怖心からであって、出発点が何であれ自分の道を選ぶ力があるってことは証明できたってことよ。それで十分じゃない。はあ。友よ、陛下のおっしゃる通りです。そろそろ我々は恐怖心に向き合うべきなのかもしれない。何？でももう尻込みしていてはなりません。あなたも自分が恐怖心から何をしでかしたか分かっているのでしょう。予言の女神様が創造された星をここから投げ捨てたのですよ。あなただって以前は女神様の熱烈な信奉者だったではありませんか。国王陛下のおっしゃる通りです。予言の女神は私たちを見捨ててなどおられない。もう一度女神様を信じてみましょう。
もういい。お前らの好きにしろ。ああ、言っちゃった。申し訳ありません。ああいうやつなのです。無礼をどうか許してやってください。でも女神の予言を受け入れてくれたみたいだったよね。そう思います。口には出しませんが。国王陛下、星空のギアを回してください。贈り物を失う決心はついたの？はい。しかし贈り物を失う代わりにあなた様から勇気をいただきましたから。了解。あんたたち、いい決断をしたね。じゃあみんな、私と一緒に町の星空を回そう。軌道上の星はポンプだったんだね。オルビットの街全体が大きなオルゴールだったのか。はあ、気分はどう？困惑と恐れは少しありますが、足元はなぜか軽くなった気がします。いえ、心が軽くなったのでしょう。これからどうするか決めた？実はまだ。とりあえず頑固者の友達を説得しに行くとしましょうかね。一つ提案。どうしていいか分かんないときは、身近な人をサポートするとこから始めてみたら？つまり魔法に拘束されている人のことでしょうか？そうじゃなくて、助けが必要な全員。道を探してる人を手助けするうちに、少しずつ自分の道も見えてくる。私の経験則よ。国王陛下のご経験ですか？うん、そうだ。人助けするにはそれをまとめる組織がなくちゃ。かっこいい組織名ならスピナディロースラはどう？え？スピナディロースラですか？正確にはスピナディロースラシムランカ支部。いい名前でしょ。他の世界にまで業務を展開する機会を。スピナディロースラ。いい名前ですね。国王陛下のおっしゃる通りにいたしましょう。じゃあシムランカ支部の支部長になってよ。私と勇者が悪竜討伐に行ってる間、衛兵隊と一緒に住民を支えてあげて。え、悪竜討伐ですか？それは絶対になりません、陛下。隊長の言う通りです。絶対におやめください、陛下。急に一致団結したな。陛下はご存じないかもしれませんが、あの巨竜はある日突然積み木鉱山からぬっと現れて、世界の果てをバラバラにしたんです。その後やつは口から謎の霧を吐いて島を包み込みました。あの霧がどういうものなのか誰も知りません。島がどんな風に変わってしまっているのかも。国王陛下がお越しになる前、我々は悪竜討伐のために多数の兵を派遣しました。ですが、生きて帰還した者は一人もおりません。そんなに怖いやつなのか。それならますます行かないと。閉じ込められた兵士が助けを待ってるかもでしょ。陛下の言う通りだよ。この世界の災難を黙って見過ごすわけにはいかない。わかりました。陛下とご一緒した時間はわずか2日ですが、言い出したら聞かないお方だというのは承知しております。なかなか人を見る目があるじゃない。褒めてないけどな。そういうことであればもうお邪魔はいたしません。
世界の果てに通じる道はたった一つ。海上列車にお乗りください。ここに来た時と同じようにレールが敷いてあるの？はい、もともとは積木鉱山の鉱員の送迎用に作ったものでしたが、巨流が出現した後は廃線になっていました。明朝、町の裏門にあるホームで乗務員がお待ちしています。今度の冒険はとてつもなく危険です。国王陛下、そしてご友人の皆様、くれぐれもお気をつけて。ありがとう。留守中、オルビットの町をよろしくね。はい、陛下。次会うときはボスって呼んでちょうだい。それがスピナディロースらのルールだし、そう呼ばれる方が私もしっくりくるから。じゃあ、あとは明日を待つのみだな。海を越えて世界の果てで悪竜討伐だろ。ふぅ、今度の冒険はめちゃくちゃ大変だな。伝説の勇者ってこんなに疲れるもんなのか。でも、綺麗な景色がいっぱい見れるし、友達と面白い経験ができるよ。これが勇者と悪竜の物語だったとしたら、ニーローさんは魔法使いの精霊ってとこかしら。私はまさか前線に突撃する戦士？確かにイメージにぴったりだな。とにかく今日は思い切り食べるぜ。世界の果ては腹いっぱいになる場所じゃなさそうだしな。竜に食われるにしてもひもじいまま飲み込まれるなんて嫌だぞ。あれ？でも祝福の森の折り紙の動物が飲むのは麻酔だったよね。じゃあオルビット城の積み木の小人が食べるのは植物油に木くずを合わせたものみたいよ。なんでそうなる。